の駐車場に到着したけど、ホテルは一体どこにあるんだろう。規模からするとまずホテル横付けしてからホテルマンに駐車場の場所を教えてもらうパターンでしたね。一人旅だと降ろす人がいなくて気まずいやつですよね。ってことは大きなホテルなんですね。ということは飯が楽しみです。恥ずかしいのでバイキングの時は他人のふりしますからね。ホテルが全然見えてこないですが、こっちの道で合ってるんですか？適当に歩いてるよ。たくさんの荷物を持って徘徊するのきつくないですか？あっか、鬼沼の看板だ。心配するだけ無駄ですよ。全自動麻雀卓は履いてくれワクワクしますよね。私はツモ上がりしかできないけどね。それは麻雀ができるとは言わないのですよ。素敵な道ですが、お店はあんまりやってないみたいですね。ちょっと衰退気味という噂はありますが、それでも結構人通りはありますね。もっと暗くなってくると軽くホラーですね。浴衣を着て歩けないじゃないですか。今浴衣で外で歩いてる人なんていませんよ。狭い道だけど車がリュンリュン通るから下手すると引かれるよ。古くから発展してしまった温泉街あるあるの狭い道ですね。これは遠いね。どれ？何わろてんねん。湯煎卵、温泉卵じゃねえのか。あ、蛇の目が輝いてる。僕が全部買い占めます。転売するんですか？お店の人はそう思うか、大量の観光客を引き連れたガイドかって思いますよね。もちろん温泉卵で63度の温泉に一晩浸して紙に包んで販売してる贅沢スタイルだよ。買い占めてきます。ということで湯煎卵はアシたちの口に入ることはなさそうなので、ハンドルキーパーを眺めましょうか。飲んだら乗るなってことですね。今回宿泊するホテルはこれですか？ここはかつて紀州鉄道が運営していた西角園というホテルで、現在は廃墟ですね。今回は加賀屋について泊まってみたかったお宿だよ。ということで今回お世話になるのは大江戸温泉物語の山城温泉山下屋だよ。前回出てきた山城温泉の2大ホテルですね。安心の大江戸温泉物語。てかめっちゃでかいですね。あ、ここじゃないのか。こっちか。どこに泊まるんですか？足湯側からアクセスできるかなって思ったんだよ。足湯ですね。車第一駐車場に止めてきました。はい。はい、やっぱりここに車持ってくるのが正解でしたね。大荷物を持った不審者がいきなり入ってきて、さぞかしびっくりしたでしょう。昔と比べるとだいぶお値打ちの宿になったから、まあまあいると思うよ。そういえば声変わりしたんですか？変調するのが面倒くさくなったんですって。耳が腐りそうです。ここは加賀藩主の前田利常のお風呂があった場所だそうで。玄関に露天風呂とは変わった趣味してるね。当時は違うと思いますよ。もうすげえ。これはデラックスですね。ウェルカム階段があるホテルは高い風格がありますが、バリアフリー時代になってからはあんまり見なくなりましたね。大浴場が階段しかアクセスできない宿はたくさんありますけどね。案内マップがここに置いてあるってことは探索のしがいがあるね。不審者ですね。アメニティは必要なものを取るスタイルなんですね。それよりも夕食5時って聞きましたが。バッチリじゃないですか。いやいや、昨日と同じくめっちゃ早いでしょ。300人いるんだって。あ、それなら5時になりますね。増改築を繰り返した巨大ホテルって感じで、かなり入り組んでますね。私たちのお部屋は奥殿の11階なので、フロントがある近所から5階まで行って延々と歩く必要がありますね。フルマラソンの距離です。さすがに大げさすぎますが、一人だと遠い部屋に案内されがちだから慣れてはいるよね。エレベーターから一番遠い奥寄りの部屋が多いですが、非常口に近いと思えば普通に迷子になりそうですね。おっと、素敵な吹き抜けがありますね。荷物置いたらすぐ行きましょう。こういう場所があるのはさすがですよね。めっちゃテンション上がるよね。それにしてもこれだけ広いとどこに何があるのか分かりませんね。ただ5階で全部つながってるだけ良心的ですよ。接続がバラバラのホテルも少なくないですからね。移動だけで1000キロカロリー消費します。めっちゃダイエットできますね。大江戸温泉の巨大ホテルはいくつも宿泊してるけど、鬼怒川御苑と入試おばらレベルだな。入試おばらはマジで迷子になりますよね。巨大ホテルだ。急に暗くなりましたね。高級感を演出してるんですよ。またひたすら歩くのかと思ったら超近いじゃないですか。これでいつでも逃げられるね。どこに逃げるんですか？え、今回のお部屋やばくないですか？一人でこれは持て余しますね。1部屋ごとの食事スペースに使います。すげえ部屋だなこれ。300人いるのに、なんでこの部屋をあてがわれたんですかね。広くね。
の予約だったからかな。不審者なのでなるべく部屋の中に留まらせるためじゃないですか。謎の高台と公園にあるはずのテーブルセットがベランダにありますね。この位置からでもくつろげる雰囲気じゃない景色なのがわかりますね。ここは商談室ですかね。あんまり良さそうな取引は行われない気がします。微妙にくつろげないね。奥にも和室があるのが素敵すぎますよね。何人泊まることを想定したお部屋なんでしょうかね。ここは寝るには若干狭いですよ。僕の飯スペースにしていいですか。なんだよそのスペース。みんな気になる冷蔵庫は吉井電気製だよ。誰も気になってませんよ。ずんださんこういうの必ず取りますよね。絶対に目を合わせちゃダメですよ。森の中にあるホテルって感じなのがいいですね。奥の角部屋は埋もれかけてる感ありますけどね。窓の向こう側もなかなかすごいホテルがありますね。看板はほぼ崩れ落ちてるけど吉田屋山王閣という老舗ホテルだよ。なかなか評価の高いホテルみたいですね。まあ看板はこのホテルからしか見えませんしね。スズメバチの巣がありますね。よだれが止まりません。ああそうっすか。田んぼの中の山田電機とかなんかいい風景ですね。なんか遠くに神々しいものが見えますね。あんまりこの辺りの知識が乏しいですが有名なんですかね。これだけの建造物が無名なわけないですよ。手前に大きなホテルがあるしね。飯の匂いがプンプンします。明日ちょっと寄ってみましょう。意外と遠くに見える建造物って検索が難しいんだよね。ここはあんまり座り心地よくないですね。飯行きましょうよ。その前に風呂ですよ。周辺で一番高い場所にある温泉なのでお湯に浸かってても景色が見えるいいお風呂でしたね。ほのかに磯っぽい香りがするけど特に味もなくて無色透明のお湯だね。滑らかで温まる温泉ですし大浴場は広いので快適です。やはり景色がいい場所からの眺めは最高ですね。加水化温循環なので適温でしたしね。お風呂に入るとお腹が空きます。屋上庭園みたいなのもあったんですね。今気づいたんだけど特にそれらしい案内看板はなかったな。危ないので従業員専用じゃないですかね。そしてワクワクの現場へやってきましたね。めっちゃにぎわってるのはこのホテルチェーンのいいところですよね。アイス食べ放題です。ただのサービスであって食べ放題じゃないですよ。リンゴジュースとかかが紅茶とかが飲み放題なんだけど嬉しいのはこれだね。なんとビールとウイスキーが飲み放題なのだ。これは大盤振る舞いだ。最近の大江戸温泉物語は施設によって湯上がりビールやってますよね。伊東園ホテルと違って夕食バイキングはアルコールは別料金ですけどね。夕食バイキングなんて言うと夕食バイキングの口になるじゃないですか。それでいいんじゃないですか。あんまり昭和50年代が50年代ほど古く感じないんだよな。こういうの内容忘れますがついつい読んじゃいますよね。歌詞だけだとメロディ全然わかりませんね。ステリーも聞くのでみんな頭から使ってくださいね。半身不随にも聞くんですね。温泉の効能って根拠がよくわからないですよね。山城温泉はカラスが見つけたんだね。本当動物はすぐ温泉で傷を癒しますよね。その割にペットは掃除でお風呂を嫌がります。動物にとってはお風呂は子供の歯医者と同じですから。漫画よりも飯です。最近はこういう漫画図書館ブース多いですよね。そして大江戸温泉物語系列といえばハイテクゲームセンターだね。ファミリー層がターゲットなので足たちの求める渋いゲームはないですよ。だからテンションが低いのか。タイムクライシス3が一番レトロって感じですからね。まだ新しいですね。かなり歴史のあるホテルだけあってこういうコーナーもあるんですね。老舗の桁がちょっと違うよね。山下屋が再出発したことを特に隠さないのも潔いですね。そういう歴史を持つ会社は遠隔ではなかったことにすることが多いですからね。なぜ筑波博が出てくるんですかね。この地域なら大阪万博あたりになりそうですけどね。支配人に思い入れがあったんですよ。かつては至るところでショーが開催されていたり皇族が利用したりとすごい場所だよ。当時の CM でちらっとショーの映像が差し込まれるのありますね。またずんださんが好きそうな看板が。新四国88カ所霊場なんてあるんですね。日本は広い。飯だ飯だ。大江戸温泉物語系列はビュッフェのクオリティは総じていいよね。珍しく白米行くんですね。朝食でもたくさん食べるには炭水化物を徹底的に控えるってずんださんが力説してたのに。貧乏臭いな。ホーホフはホンデフがホの春巻きおいひいです。春巻きだけ聞き取れましたね。タンドリーチキンとか珍しい料理が多いのも楽しいポイントだね。アッペチゼンの気分でカニが来た。なんか選択チョイスが微妙にずんださんっぽくないですね。
心境の変化か。でもこの海鮮の多さに舞い上がってるあたりがずんだですよ。巨大マカロニ美味しいです。なんかマカロニでかいよね。そしてバイキング名物の出来細カニですね。ずんださんがいつも取らないやつですね。細くてもカニはいいものですよ。この麻婆ラーメンにして食べたいです。意外とピリ辛でクオリティ高いよね。麻婆が美味しいビュッフェは信用できますね。ちなみにラーメンもあります。鍋に全部麺を入れて持って行ったせいでみんな困ってましたよ。同じテーブルにそんな人がいるのは地獄だ。味噌汁からわかめをトッピングすればわかめラーメンなのです。まあ美味しいんですけどね。ただパエリアをこれだけ持ってくる謎のズンだよ。バイキングはちょっとだけつまみたいってこともできるからね。食べ物から見るにとても悩みがあるようには思えませんね。そして今日はお腹が空いてたんですね。食欲には勝てないんですね。僕の仲間です。でも一つだけ失敗がありましたね。みんな300人にビビって5時に集中してめっちゃ混んだね。ということで時間まで振り返るよ。熊本を出発して本州に戻る日ですね。ずんださんが時間があるって謎の強がりをしてた日でしたって。でも金印公園はとても良かったですね。まさか福岡市内に綺麗な海と美味しい食べ物があったなんて。豚骨ラーメンは衝撃的でしたが近所にあるって事実も驚きでした。振り返ると関門橋往復は良かったね。関門トンネルは混んでましたね。そして湯面観光ホテルでフグ三昧でした。10日目は出雲を目指して山陰を余裕なく走りましたね。ひたすら飯難民で辛かったです。でも道の駅発祥の地とか綺麗な風景と鉄道とか良かったですよ。ずっと行ってみたかったドライブイン日本海に行ったよ。ここでちょっと食べれば良かったですね。出雲そばに期待しすぎましたね。山陰道が開通すればもっと昼食が早くなったのに。もっとグルメを食べたかったです。出雲大社を堪能してひどい道を通って素敵なホテルに泊まりましたね。昨日は朝ホテルの隣の熊野大社でお散歩してゆったりの一日だよ。宍道湖とか行ってみたかったですね。まさか京都まで行くなんて思いませんでしたよ。ハワイとか小浜市とかハローマックとか昔の記憶をくすぐるあれこれがありましたね。鳥取砂丘は最高でしたね。洗濯をしたおかげで観光時間も稼げましたしね。天橋立もホテルも最高だったよ。これぐらいの余裕があると観光もしやすいですね。地獄の旅ですからね。中途半端だけど今日の振り返りは明日の夜やるよ。歯がゆいですね。今回はここまでですね。ご視聴ありがとうございます。次回もまた見てくださいね。まだまだ続くよ。楽しみに待っててね。またね。